観劇バスツアーで収支が合わないなど政治資金問題で辞任した小渕前経済産業大臣が先ほど記者会見を開き、国民の皆様に心からお詫び申し上げますと陳謝しました。歴年の小渕優子後援会の収支報告書の記載には大きな疑問があると言わざるを得ません。自らのこうした問題によって経済産業大臣として経済政策、エネルギー政策に停滞をもたらすことは、これは許されることではありません。ここで大臣の職を辞し、こうした疑念を持たれていることについてしっかり調査をし、皆様方にお示しができるよう、そのことに全力を傾注してまいりたい。安倍内閣の一員として経済の再生、女性の輝く社会の実現、その他さまざまな課題に対し何一つ貢献ができなかったことを心から申し訳なくお詫びを申し上げたいと思います。小渕前大臣の辞任を受けて安倍総理大臣は経済産業大臣の臨時代理に高市総務大臣を充てることを決めました。